緊急指令。惑星ゼベスのメトロイドを殲滅せよ。そして、おお、機械生命体マザーブレインを破壊せよ。こういうのが増えてるんだな。おお、使ってますね。キラリン。メトロイドゼロミッション。はい、どうも、イモです。今回はこちらのメトロイドゼロミッションを遊んでいきたいと思います。メトロイドシリーズは、この 2D のタイプのやつは一通り遊んできたところなんですが、このメトロイドゼロミッションに関してはまだやっていなかったので、ちょっと今回やってみようかなと思います。初代のファミコンディスクシステム版のメトロイドのリメイクに近しい作品？リブート的な感じでいいのかな？そういう作品だという風に聞いているので、あれ？でもちょっと違うところもあるっぽいな。まあそういった認識ぐらいですが、遊んでいこうかなと思います。この辺懐かしいね。だいぶ色々と変わってそうですね。まあ新鮮な気持ちでやりたいので、デモはほどほどにやっていきましょう。お、こんな感じになってるね。ファイル選択。メトロイドフュージョンのフォーマットに近しい感じだけど、あの背景のやつは超人族かな？気になるね。やってみましょう。メッセージは大人向き、子供向き。大人向きでいいよ。難易度は、まあせっかく初代もやってるし、その他もろもろやってきてるんで、ノーマルでいこうか。ジュイーン。サムスンを使ってるスターシップって結構作品によってまちまちですね。見た目は似てるんだけど。あ、第二のふるさとなんだ、惑星ゼベスって。この辺りの物語を語っている作品は、あれですね。そのシリーズを追うごとにどんどん、なんというか、背景を語られるようになっていった感じなんですが、初代からこういう理由だったんだね。まあ、説明書あんまり読んでなかったから、この辺りのストーリーあんまり、よくわかってなかったけど。おお、かっこいいね。スタートはこんな感じですね。おお、音楽アレンジされてる。ジャンプは、丸ボタンね。お、しゃがみ打ちできるじゃん。いいね。ただ射程が短いのは変わらずか。チャージショットみたいなのはないね。この鳥くんもなんか、シリーズ恒例になりつつあるな。まずは左に行くんですよね。モーフボールゲットです。まずは左に行ってこのモーフボールをゲットするのが初代のお決まりですからね。しゃがみからもう一回下をやると丸々ることができるよ。でも左の方にも敵がいるっていうのはちょっとあれだね。難しくなってる感じだね。よし、行くぞー。もともとゲームボーイアドバンスの作品なんで使うボタンは A ボタン、B ボタンだけだし。おお、下押しできるね。その点操作はシンプルですが、ちょっと難しいかな。爆発する。こいつがよくね、爆発してくるんですよね。厄介よ。ん？あれ、ちょっと変わってない？丸々と？おお、マップくれるの？うわ、超優しいじゃん。しかもここ行けって言ってくれてるし。お、座った。体力も回復させてくれる。うわ、めっちゃ優しいじゃん。初代はどこ行ったらいいかわからないっていう意味の探索アクションだったんだけど。へえ、こういう風になるんだね。お、セーブルームあるね。セーブしとこうか。いやー、素晴らしいね。やったぜ。おー、なるほど。こういうところで色々便利になってるわけだね。完全な、焼き増しというか、忠実に再現しようと思えば思うほど、不便なところまで踏襲してしまいがちですが、その辺なんか、あれだね、現代風のアレンジをしっかりと加えてくれている感じだね。お、LR ボタンで斜め打ちができるっていうのは、ん？あ、R ボタンは押しても斜め打ちにならないから、スーパーメトロイドじゃなくて、メトロイドフュージョンと同じ仕組みだね。ん？ちょっと届かないな。俺でも地形もちょっと変わってるな。ということは、今の段階で行けるところに軽く誘導されてる感じかな？届く。丸々。まずここに。おー。アイテムだ。ん？これはロングビームかな？
出たロングビーム。最初にこれ取らせるんだね。一応初代だと取らなくてもクリアはできるっていう中身だったはずですが、射程距離の長いビーム。ビームは L プラス B で斜めに打つことができる。これはいろいろやってたやつですね。こうやって。これで L ボタンを押しながら下で斜め下打ちもできるんだね。もしかしてフュージョンにもあったのかもしれないんだけど、正直それは覚えてなかった。おお、遠くまで届くね。お、そして上から帰れる。というか、上からしか帰れない感じか、これ。ぬー、暗いな。遠くまで届くとは言いますが、実質射程無限だったと思うので。お、3の海。いろいろやってみましょう。さて、左の方にあるのは、俺の記憶が正しければ、ボスの像があるはずですが。ん?これは?これがボスの像っていうことでいいのかな?とりあえず、ボスを倒さないと先へ進めない最後の関門がここにあるという構造になっていたはずなんですが。果たしてどうかな?わっちゃー!お前は、シリーズでよく見かけるやつじゃないの。名前はよく知らないけど。やめて。OK! とりあえず帰れるね。お、また超人族。定期的にセーブと回復をさせてくれるのか。セーブはしてなかったっけ?超人族もなんかいろいろな描かれ方をしてるな。次の目的地はあっちだよ。体力全回復。いいね。全回復してくれるってありがたいね。結構初代はね、ちょっとやり直したんですよ。これやる前に。軽くね。まあ、最後までクリアするとかまではやり直しないんですが。軽くやり直したところ、ちょっと、ダメージを食らいながら進んでいくと、回復する手段が少なくてちょっとやりづれえなという気持ちがあったんで、定期的に全開させてくれるっていうのは非常にありがたいね。敵だー、敵だー。お、赤色の扉あるね。これはミサイルを使わないと開けられないやつですね。で、まだミサイル持ってないんだけど、ここから結構遠いな、次の目的地。いや、雑な動き。どっから登っていこうか。あ、ちょ。だいたい赤色のやつはちょっと硬いんだよね。オッケー。次どこ行けばいいんだったっけ?あー、ここ違うね。一瞬デモで映ったやつですけど、ボムがないと進めないんで。まだ行く必要はないわ。なんかちっちゃいのがいる。怖いんだけど。あ、これアイスビームかな?上ではないか。ということは下行って、行く感じか。ん?というかなんか、張り付いているやつは何なんだこれ。下が、セブルムか。オッケー。いろんなところにセーブルームが追加されてるって感じだね。逆に言えば初代にはセーブルームなかったんだったっけ?なんか特定のポイントでしか、コンティニューするタイミングでしかセーブできなかったような記録があるんですが。ん?なんだ?なんだこれは?こんなんあったっけ?おー、君懐かしいね。ということはこっちか。おっと危ね。こいつはゼノとかだったかな?ちょっと回復させてもらえないかな。回復アイテムをドロップしてくれるよ。お、来たね。ミサイルタンクをゲットしました。キュイン。R プラス B で発射。もう、やっぱり R 押しっぱなしっていうのが、あれなんだね。標準的な操作方法に変わったんだね。めっちゃ、びっくりしたもん。こんなんいたっけ。初代にいませんでしたよね、あなた。あ、目閉じてるし。あぶ。ほら、こういうことか。痛いんですけど。相当びっくりしたよ、今の。とりあえず出してくるな。はい、目を出して、目を出して。ダメージは、一回当たるだけかな。とりあえず、こんなん追加されたんだな。相当ビビりましたけどね。どっちだ?にゃやるの?お、もう帰っていいの?おい、こと帰れる。あれ?倒さなくてもいいやつか?いや、むしろどっか行っちゃったから倒せないやつかな?ビビったわ、もう。とりあえずね、あのまま右へ行くと、ブリンスターだったっけかな?どっちだったか忘れましたが、別のエリアに行けるんですが、間違えた。
そちらへはまだ行ってもできることはそんなになかったと思うので、とりあえずね、まずはこっちから行こうか。1、あれ、一発開くやん。いいね。5発で開く系ではなくなってる。なんかいっぱいいるぞ。なんかいるぞ。ミサイル出してくんねえかな。この3の海でひたひたになっているところを、おお。とりあえずは右へ進んでいくと。その先にね、ボムがあったはずなんで。ん？あれ？あ、こっちか。にゃーん！お邪魔なんですけど、この子たち。俺のお邪魔をするのが趣味なのかい？そんなの許さないよ。壊せるかな？お、ダメージ食らってるね。ミサイルだったら一発だったりするかな。いけたー。お邪魔。ダメだ。ミサイルでも一発というわけじゃないのか。よし。とりあえずこいつらを倒しながら進んでいけばいいのね。ん？これボムか。ボムっぽいね、アイコンが。ちょっと待ってー。またお前かもー。やめておくれよ。やろ。カチカチ。当たらない。ちょっと、トリエくん、ミサイル送れ。ミサイルって、あ、でもスタートから、いろいろ持てるね。ミサイル。ボスに対してはミサイルかチャージショットしか基本は通らないから。ん？やめろ。間違えた。ちょっと難しいな、これ。うん。お、野郎、赤くなってやがるんで。ミサイルが少ないうちはボス結構手強いんですよね。いた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 。ビビらせんじゃないよ。なるほど、定期的に出てきてはダメージを食らっては去っていくド M というわけだな。よし、エネルギータンクゲット。この位置にあるんだったっけか。うーべー。オッケー。壁も破壊していくわけね。下は3の海です。触れると痛い。なので、食らわないようにしましょう。オッケー。で、これ、どんどん上に登っていくと、アイスビームで、高みに登れる場所があったはずだけど、とりあえずそこはスルーで、ここに行けばよかったような記録が。あれ？全然違う地形だ。俺の記録と違う。俺、セーブルームになってるし。結構違うな。大筋というか、こっちの方に行けばいいっていうのは合ってると思うんだけど。いろいろ変わってるね。にん。あとはこれ、上の方に、モーフボールのアイコンがついてんのかな？ん？いろいろ誘導というか、インターフェースが見やすくなってるね。お！ということは、これはボムだな。やったぜ。この部屋に至るまでの通路もちょっと変わってるね。ボールになったまま B で設置。することができるぞ。お、しかもあれで回復できんのか。いいね。いいけど、あえて行かないよ。おー、取れる。おー、ちょっと変わってるじゃない、地形が。ボムを設置して、その下に立っていると、ボムジャンプができるぞ。ボムジャンプした最高地点で、人型に戻って、より高く飛べるボムジャンプは存在するのかどうか。戻るよー。戻って、これで、破壊すると、なんかいるー！やめてー！なにこいつ！いっぱい湧き上がったこいつ。これで、あー、丸まりは途中で解除できないっぽいな。ダメか。あれ？なんかこれ上乗るそうなんだけどな。ボムジャンプを上手に駆使すれば、この辺に何かあるぞみたいなの。ありそう。だけど、ちょっと今はわからん。ので、とりあえずスルーで。にん。オッケー、ボムを手に入れたぞ。で、上行きたいんだけど、上には多分今行っても仕方がないので。戻るかな？と思ったけど。マップルームあるやん。ウィーン。ありがてえぜ。てか、初代マップなかったんだよな。そう考えるとすごいわ。あー、で、そうだ。さっき言おうとしてたのはノルフェアのことですね。ノルフェアに行ってもまだそんなにだったと思うので。まあ、とりあえず今は他のものを回収するところから。まあ、最低でもボムは必要だったと思うので、ボムを回収したらもう行ってもいいのかもしれないけどね。
これで、ちょっと待ってね。隠し通路が下にあるから、ちょっとそっち先行ってみるか。これはなんか記憶にないな。初代にあった気か。あっちゃ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 暗いすぎなんですけど。逆走が地味にめんどくさい。ねえ。ありがとう。でもね、この雑敵から落とすエネルギー回復アイテムは、そんなに量が多くないから、あまり油断なさらないようにな。あ、なるほどね。ここでボムか。こっちから下行くと、これなんだ？こっから行ける、なんか大事なポイントあったっけか。これは？なんかいっぱいいるー。暗いな。ありがとう、回復。回復のために来たと言っても過言ではないな、これ。ん？超人解けた。ウィーン。回復させてくれるだけ？ああ、もうノルフェア行けってことか。ノルフェアに行くのです。上の方になんかあるね。はい、しゃがみまーす。全回復。全回復はよろしいのですが、取れる？ここなんかないかなと思ったけど。え？もう完全にこれ教えてくれるだけか。マップデータでも表示されない隠しがあるのかなって一瞬思ったんだけどね。そういうわけではなさそうだから。じゃあノルフェアまで行っちゃえばいいのかな？まあ確かにこっからさらに何か得られるものが何かあったっけっていう記憶はあんまりないんだよな。もうさっさとこの時点でノルフェア行ってしまっていたような気もする。ちょっと上の通路気になるけどな。でもセーブポイントがあるだけっぽいんだよな。まあいいや。とりあえず一旦スルーで。多分あったとしても。ちょっと待って。ミサイルタンクぐらいかなと思ったからスルーでいいと思ったんだけど、よく考えたらあの敵が邪魔くさくて、どっちみちめんどくささはあんまり変わらないような気がしたから、もう一回行こう。後から、ね、行っときゃよかったなってなるぐらいだったら。重要アイテムがないということは、もしかしたら後からもう来ないかもしれないから、先に要素を回収してしまうのがいいのでは？あれ？と思ったけど、そもそもこれ登れる？もう行ったり来たりが激しいよ。登れねえじゃねえかよ、考えたら。何やってるんですか、あなた。登れないのに、意気揚々と行きますって言ってたの？あ、行けそう。あとちょっと。行けたー。行けたけど？ここ行ったからなんやねん。あー、ダメだ、なんもない。くそー。結局無理じゃねえか。くそー。いろいろと損をしたよ。だからアイスビームがないとこっから登れないっていうのは俺の記憶通りだったんだけど、せっかくだったら先行っときてえなっていう俺の欲張りが結果失敗を招くという非常に何とも言えないことになってしまった。おとなしく行けってことだな。でもボムジャンプで結構高くまで飛べるというのが分かっただけでかいな。何事もマイナスに捉えてはいけない。ウィーン。ここはもう下置いて帰りましょう。ちょっと時間を無駄にしすぎている感があるけどね。敵だらけー、敵だらけー。でも相手したくないので無視するよ。これで上登りましょう、一旦。さっきデモで表示されてて、今は行くべきではないみたいな風に言っていた場所、ボムが手に入ったからもう行ってもいいと思うので。こいつ邪魔だな。それこそさっきの通路に繋がっているところなんですが、行きましょう。これで開くんだな。ちょっと意外だな。登るよ。で、これ一番上行って、こっから登ると。上の通路が気になる。お、これは、ハイジャンプないときついな、これ。セーブルーム。あ、でもそうか、あそこにバリアあるんだよな、バリアスーツ。ボムジャンプで行けないと結構めんどくさいか。
どうしよっかな。でもね、ここにとりあえず、目的のエネルギータンクが、あれ？エネタなかったっけ、ここ。エネルギータンクあったと思ったから先に来たんだけど、あ、こっちか。え？届かなくない？あっちー！くそー、これバリアスーツ、いけるかな？マジか、ちょっと地形違ってるな。地形が変わってるっていうのは予想通りではあるんだけど。これ後から来るな。多分初見で突破するのは結構めんどくさいタイプでしょ。